いつも動画を見ていただきありがとうございます。突然ライダーです。現在茨城県の日立に来ておりますが、浜の宮公園から見た朝日はいかがだったでしょうか。朝日って何回見ても感動しますね。いやー、最高の景色でした。今日は妻と2人でツーリングに来ておりますが、これから茨城県の絶景とグルメを楽しみたいと思いますので、最後まで動画ご視聴よろしくお願いいたします。この動画を見てよかったら高評価やコメントいただけるとありがたいです。それからぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは行ってきます。うわすげえな、おいすごいですね。うわー、どうですかこの海。うわー、いやー、すごいね、日立の海すごカーブもすごい、カーブもすご最高だね。すごいね。うん、よし、景色を楽しみながら行きましょう。はい、浜の宮ロードパークだって。あ、バイクいますね。うん、バイク行った。うわー、なんかいいねいいねしか言えないよあそこの球体なんだろうね。ああ、あれね、なんだろう、なんかあるのかな、あのプラネタリウム、わかんないけど。うん、でね、シーバーズカフェね、これからね行きたいと思います。あれね、あれだね、うん、あれだね、あれ、うん、そう。うわー、すごいよ波波がすごい。おー、この陸橋はあれだね、海の上を本当走るんだね。そうだね、うん、みんな見ながらだからよ。そうだね、見ながら、せっかくなんでね、早く走ってもねいや、そうだよね。そう、せっかくの景色だもんね。いやー、すげえ、本当に。ね、伊豆だっけ、どこだっけ、海のところ。ああ、伊豆ね、そうだね、伊豆とかも綺麗だね。あと、熱海か。ね、日本には絶景がいっぱいだよ、本当に。日立駅の東口へとやってきました。正面におしゃれな建物がありますね。全面ガラス張り、まるで浮いているかのようなこの建物。そうなんです、こちらがシーバーズカフェ。もちろん目の前は海。朝7時から営業しているそうなので、これから絶景天空カフェで朝食をいただきます。それでは行ってみましょう。朝日を浴びながら飲むコーヒーはね、本当最高ですね。しかもガラス張りだしね。そうだね。うん。全然だからね。いやー、こういうね、すっきりとしたこの青空がすごく今日は良かったですね。そうですね。うん。すごく雰囲気があって良かったですね。はい。ちょっとね、一つトラブルがあったんですが、駐車場ね、コインパーキングの方の駐車場に止めたんですけど、入るときはね、駐車券出てきたんですが、帰りね、私のゴールドウィングは大丈夫だったんですが、妻のね、レベルが読み取らなくてですね、おそらく車両の重量の問題だと思うんですが、ただ、その駐車場ですね、
バイク止めないでくださいとかそういうのはなかったんで、まあ、止めたんです、ですけどね、センサーが反応しなくて、で、まあね、電話したらそのまま横から出てくださいっていうことだったんで、はい、どうもありがとうございますね。私は200円ね、お支払いしたんですが。ということでね、今日は 朝から妻はもうついてますね。ということでこれからですね、ちょっと見頃は少し過ぎたかもしれませんが、日立海浜公園の、コキアをね、見に行こうと思っております。はい、はい、で現在の時刻は朝8時35分、まあ8時半からやってるということですが、まあ、これからねあと20分ぐらいで着くと思うので、まあ混んでるかどうかちょっと不安ですが行ってみましょう。はい、開発だ。うん、東海村、東海村ですよ。あーすげえ、赤い橋、みんななんかやってる。あいいね、なんかね、あーバーベキューとかやってんじゃないの。あー、うん、うわー眩しい、反射して眩しいね。あちょうど海と川の合流地点だよね。そうか、うん、じゃないからね。まあそうだね、原発はね、まあ、福島県もね、大変でしたからね。まあ茨城県もあれだよね、いろいろあるよね。さあ日立海浜公園ですね、やってきました。これ入った方がいいのかな、西駐車場。うんね、じゃあもう手前側から入ってっちゃった方がいいよね。ね、そこがいい。あれでもここ入れる？あれ違う。あこれ違うな。あれ？あ嘘。うん？入れるね、入れるか。入れるよね。うん、入れるけど、ま、ナビではさ回ってないんだよね。ナビに道はないんだよ。あれ入ってるよね。うん入ってる入ってる。じゃあ行けんのか。でも砂利？え。砂利。わかんない。あ砂利じゃないか。人いるもんね。うん。さあ日立海浜公園ですね、到着しました。バイクは260円。260円、うん、下調べしたよね。うん下調べした。えバイクもこっちに止める？違う、え分かんないんだよね。バイクの駐車場ってないの？その前に中で言ってくれるよね、あ行けって感じ。日立海浜公園翼ゲートにやってきました。随分と広いですね。散策しながらコキアがある見晴らしエリアを目指します。景色をお楽しみください。染まる心も
いやー、日立海浜公園良かったね。いやー最高でした。いや広いね。広いね。しかし今日本当に人多かったね。そうだね。いや本当ね。まあ、入場料は700円。700円とあとあれか駐車場か260円か。だからまあ1人1000円ぐらいね。1000円ぐらいですが、でもあれだけのね希望をこう維持するんであればまあねしょうがないよね。安い方だよねあれだったらね。そうコスモスもあったしね。あとは秋そばって書いてあったか。秋そ、そばの花はもう散ってたけどね、もうね。まあいろいろな花がね、楽しめたのでね、まあ休日ちょっとね心を休めるのにはいいんじゃないでしょうか。ね、本当にやっぱ茨城いいね。海も海のものもあるし、何でもね山も綺麗だし、自然がいっぱいで最高ですよ本当に。さあそれではですね、まだ早いんですが、お昼ご飯ね食べたいと思います。なんだ今日は食べてばっかだな。まあこういう休日もいいでしょうね。あもう少しですね、道の駅日立お魚センターに行って、お昼ご飯ねちょっと早いですが食べたいと思います。でまっすぐだね、まっすぐ。混んでるかな、どうだろうね。もうちょっと先だね。 あれこっからも入れるか。あ入れる、じゃあこっから入ってこう。いいよいいよ、そう右でいいよ。はい、どっからでも入れるから。はい到着、道の駅日立お魚センターに到着しましたが、さすが人気の道の駅、たくさんのライダーたちが集まってきます。こちらの道の駅は市場も併設されており、バーベキューなども楽しむことができます。それでは早速お昼ご飯を食べに行ってきます。いろいろと迷ったのですが、今日は港寿司さんで海鮮丼をいただきます。港ちらし寿司を頼んでみました。色鮮やか、新鮮なお魚がたくさん載っています。それではいただきます。新鮮なお魚、脂が乗っていて美味しかったです。ごちそうさまでした。今回のツーリング振り返ってみるとどれも良かったですね。皆さんはどうご覧になったでしょうか。茨城県には年に数回バイクや車で来るのですが、本当に魅力がたくさんありますよね。ぜひツーリングの行き先として参考にしていただけたら幸いです。この動画を見てよかったらグッドボタン、それからコメントいただけるとありがたいです。皆さん忘れずにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回の動画をお楽しみに。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。